How do you think you can excuse your whole thing to sense that? That's not to be missing. Excuse your whole thing to sense that.ここは、まあ、ジャムセックが扱っているいろんなデータを、管理・公開するようなそういう業務をやっている場所なんですけれども、昨年のこのセッションで一夜のほかでポスター発表をしたと、去年は、まあ、こういうものを作っていますという予告編だったんですけど、サービスインをして提供を開始しましたので、そのご報告をしたいと思います。でまず、まあ、ジャムセックがどんなデータを公開しているか、まあ、これまでどういう経緯があって、どんなことをしているかということに続いて、まあ、新しく来たデータベースのご紹介をしたいと思います。で最後に、まあ、今後の展開などについての発表をします。でジャムセックは船を運航して、さまざまな海洋観測をしているわけですけれども、大体ですね、今、年間で100クルーズ200ダイブぐらいやってまして、それから、まあ、膨大なデータ。で1981年に夏島と深海2000が動き出してから、まあ、トータルでいうと多分、1000航海で4500千航以上になると思います。で、我々が集めて扱っているデータだけでも、まあ、5500人以上ということで、まあ、それなりの大きなデータの塊になっています。どんなデータがあるかというと、まあ、水量塩分とか流行流速といったの海洋物理系もあれば、海洋化計画気象、それから、重力のような固体地球と、でその他に、サンプルとしてさまざまなもの、まあ、珍しいところではガスとか雨水とか、まあ、いろんなサンプルをそれだけ研究者がいらっしゃいます。こういったデータを、公開管理公開してきたわけですけれども、組織的にやり始めたのは1998年から。でそれ以来いろんなデータサイト、公開サイトを作りながらやってきまして、2007年はデータ投資をしていて、まあ、ようやくジャムセック全体としてのデータの管理の基本方針が決まったり、まあ、いったことがありますけどね。で、2008年にそれまで、バラバラに出ていたいろんなサイトの情報を集めて、観測公開データサイトというものを作りまして、でこちらの方で、まあ、とりあえず船に関するとか全部集まる、まあ、そういう形を取ったわけですけれども、それを、まあ、ウェブページから、データベースに変えて、いろんな機能を付加して公開したというのが、その今回の話です。で、その前身である観測公開データサイトというのはどういうものだったかというと、HTML ページの集合体だったわけですけれども、まあ、先ほど言ったように数が多いので、ホームページだけでも5万ページ以上ということで、まあ、結構管理するだけでも大変なんですが。検索する方は多分もっと大変で、どんな検索機能がついてたかというと、まあ、公開番号しか分からない。ただ、まあ、さすがにそれではちょっと、親切なので、地図検索だけはですね、まあ、別のシステムを使ってなんとかできるようにはしてきた。ただ、別々のシステムで、相互にこう完全にリンクを通すわけではないものですから、なかなかこう、サービスとしては違うものです。さらにデータを入手するにしても、まあ、一つ一つ見つけてはダウンロード、見つけてはダウンロードということを収めていなかったので、まあ、ユーザー側に負担となって、最後にまあ我々には負担ということで、これをどうしようかということなんですが、今回作りました、公開先行データ探索システム、まあ、長いのを我々が書類を読んだんですが、まあ、これではですね、まあ、全てのデータをこの中に入れた、まあ、統合的なデータベースを作りました。そこで検索からダウンロードまで一貫して対応します。でその検索については、メタデータ使っていろんな切り口での、検索ができるほかに、まあ、分類ツリーから一般的な検索もできるようにしよう。で、バスケット機能をつけてその中にデータをとりあえず取り込んでおいて、あとで欲しいときは止めてダウンロードするということもできるようにするとか、ユーザー登録を推進していまして、さっきの普段の発表になりましたように、どんなユーザーがいて、どんな機能を使って何をしてたか、まあ、そういったことができるようにしていこうということを考えています。で、検索から、まあ、データの入手までの機能ですけれども、まあ、大きく分けて2つの、検索機能、データツリーと検索機能になります。で、情報の方は、航海に関する情報、先行に関する情報、それからそれらで得られたデータに関する情報というふうに分かれています。でさらにそこから、データファイルがありまして、これをバスケットに入れてダウンロードします。こんな流れになっています。で
で最初に、データツリーというのがページになりまして、でこれを押すとですね、こんな画面になります。左側が、Windows のエクスプローラーみたいな、ツリーになってまして、これは今船舶で、整理をした状態なんですけれども、船の名前があってその下に都市が並んでいる、まあ、は、どの船が何年に何やったかというのがここにリストとして出るという形になります。極めてオーソドックスなんですが、その他に、ここにあるのが、データ系ということで、キーワードを、選んでいく形で、例えば、個体地球とか大気とか太陽とか、まあ、そういったような、大枠の、分野からだんだん細かい分野にこう絞り込んでいって、そうするとここに出てくるリストがだんだんと絞り込まれていく、まあ、そういったような形の検索もできますし、まあ、珍しいところだと船高のですね、深さ、何メートル、6000メートル以上も降ったタイプが どんなキャラかというようなことがですね、まあ、パッと出てくる。これの他に調査した時期、何月にやった調査が欲しいと、そういったこともできるようになります。一方でデータ検索の方は、まあ、こうして詳細な検索ページに行くんですけれども、ここでまあ全文検索ができるようにはなっていますし、詳細な検索ページだと階級を指定したり、キーワードを入れたり、この辺はですね、プロジェクトの名前を選んだり、主席研究者の名前を選んだり、時期を選んでいくなってはあります。で、検索結果のリストがありまして、ここにチェックを入れて、まあ、バスケットに丸ごと掘り込む、関係するデータを全部こう取り上げてというようなこともできますし、まあ、この地図に反映させるというボタンを押すと、先ほどの検索画面の設定したエリアに対して、まあ、その、選択したクルーズがどこを走ったかというのがまあ見えるようになったりします。でこうやって選んだ航海のページにはですね、どんなデータが載っているかというと、どの船で、何番のクルーズで、どこに乗って、いつ出航していつ帰ってきて、誰が出席で、どんな航跡を取ってという、まあ、そういう基本的な情報のほかに、そのクルーズで取ったデータの一覧のリストで、ここで、チェックを入れて、バスケットへと入れると、まあ、その選択したものがバスケットになる。あるいはここをクリックすると、そのデータの詳細な解説ページということになっています。選考のページも同じようになってまして、まあ、その選考に関する基本的な情報のほかに、まあ、選考ポイントの位置図みたいなものもありますし、この下には、クルーズのページと同じようなデータの位置図があって、そこから、それぞれのデータのページで確認できます。データのページの、一例ですけれども、これは、まあ、海底地形のデータなので、どこを走っているかという、どこの前の海底地形データがあるかという、位置図、それから、そのデータファイルの一覧ですね。で、こういったものを他に、あ、ここでバスケットに入れることもできるわけですが、このデータを取った観測装置、それからその、公開までに行ったデータ処理の内容などが、載ったページや、それからフォーマットの解説情報、それからデータの品質フラグがあるものについては、そちらの情報が、掲載されています。で、バスケットに入れるとですね、こんなふうにデータ種類別にこうずらっと並んでいるわけですが、それで欲しいものにチェックを入れて、ダウンロードすると、その場でダウンロードが始まるのと、あとでゆっくりやりたいというときには、ダウンロードする URL をメールで送ってもらうと、それから、一旦ダウンロードしたものは履歴に残るようになってますので、自分が、毎年どんなものをダウンロードしたかというのが一番分かるようになっています。で、まあ、こういうことで新しいデータベースを作っているのを始めてまして、まあ、我々いろんな船で集めたいろんなデータを、一箇所で、まあ、検索から、提供まで、まあ、一気通貫で、まあ、やれるようなそういうサイトというのを目指して、まあ、それを、まあ、ワンストップデータショップ、まあ、こういうふうに呼んでいたわけですけれども、まあ、ある程度のものはできたかなと。で、船に関するいろんな情報は、まあ、この、ダウンに一箇所に入ればとりあえずいろいろ分かります。で、ただ
ただ専門のデータベースに関してはいろんな関連するです、ね、専用のデータベースを勉強しながらやってますので、まあ、そちらにリンクを貼って飛ばすこともあります。それからいろんな検索サービスも、用意していますし、まあ、先ほど言った一括のダウンロードもできるようになっています。ということで、まあ、確かにこの方ではそんなデータベースを提供できるかなというふうに思います。でこれが関連するサイトの全体像なんですけれども、ここダービーがありまして、営業やサンプル系のデータベースが一つの まとまりになっている動きがあるになります。さらに、そのバックヤードで動いている管理システムがありまして、船から上がってきたデータ、何が起こっているのかという管理システムが、共通するメタデータを集めて、同じものはですね、それぞれのサイトに配信されるように管理するシステムなども、背後には動いています。で、さらに、まあ、先ほどの福田の発表でもありましたけれども、JAMSTEC それ以外にも、大気の、気象観測データの、データベースとか、それから、経由システムのデータベースとか、それは、シミュレーションデータのデータベースとか、まあ、いろんなものがありますので、まあ、そういったもの全体に対しての、データサービス。そして、地図検索機能や、データベースを検索するデータベースなどを、提供しています。このデータカタログの中からですね、先ほどの金谷先生の発表にあったシステムに対してメタデータを提供するということもやっています。で今後ですけれども、データのですね、オンデマンドでの処理を、まあ、できればやりたいと思います。で、まあ、その場で必要なものだけ、可視化をする。自分の欲しいデータだけを切り出してダウンロードする。それから、これは福田のマップにあったようなアクセス解析で改善していく。それからデータセットとしてですね、できれば同じような種類のものを、クルーズによらずに集めておいて、まあ、もうあらかじめできたものを提供する、まあ、そんなこともできるかやりたいし、それから、まあ、マシンリーダーと言いましたけれども、システム間でもすぐに連携できるような形で、そういったものを用意して、まあ、パッと提供する、まあ、そういったことができないかなと思う、まあ、それらを通して、まあ、この後ジャムステック全体のワンストップデータショップみたいなものに、発展していければいいなということを考えております。どうもありがとうございました。ご意見、ご質問、コメント等お願いします。あ、いいですか。すいません、素晴らしいデータセットとだと思うんですけど、例えばこのデータセットとですね、関係する文献なんかとのタグ付けとか、そういった情報の連携の計画などはあるでしょうか。ですね、ジャムステックで、まあ、船に乗って、観測をした人たちに対しては、まあ、論文が出たら報告をしてくださいということにしているんですね。でその情報は全てこれに載ってまして、でどのクルーズでどんな論文が出たかという、まあ、専用のページで飛ぶことができる、うん、ということになっています。あ、じゃあまだそのデータセットのページに直接なんかリンクが貼ってあるとか、そこまでの状況ではないですか。データセットのページというわけではなくて、今は ある公開に対してどんな成果があるという関連です、ね。はい、他にございますでしょうか。このシステムそのものの汎用性を高めていって、価値観のところの部分にその検索システムのその部分を輸出するという言い方も変ですけれども、はいはい、そういうアイデアはないですね。例えば機能別にやればできなくないかなと思っていて、先ほどの地図検索のところとかカタログ的な機能のところとか、まあ、そういったところはジャムステックやっているいろんな調査とか研究とかに対応できるようにしているので、うん、まあ、それをうまくやれば他でも使っていただけるようになるかもしれないと思います。ありがとうございますでしょうか。では、次の発表に行きたいと思います。後ろの方はぜひお願いします。